どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、こちらですね、防衛側がキヨキヨということで、私の防衛でございます。今回敵に攻められた配置がネクロラッシュ、クイヒーネクロラッシュ的な感じです。で、私ですね、この編成を組むにあたって、心がけたことは、まずシングルインフェルノに両方するということで、まあネクロラッシュすればまあなんか星に星さえいけちゃうような配置ですよね、普通に考えて。まあシングルインフェルノっていうのはネクロに弱いです。しかしここにですね、ウィズドウ、そしてここに巨爆を積むことによって、素晴らしくですね、もう強いネクロラッシュに特化している配置です。そしてですね、周りに防衛施設が一切ありません。金山やエリクサー、タンク、金庫などを置いております。なぜそういう風にしてるかというとですね、ゴーレムを先行させるんですね。要するにこのエリクサー、タンクとかポンプとかをウィザードが攻撃しているうちに、こちらの集中砲火によってゴーレムを焼き切ってしまうっていう意図もあります。その2点ですかね。やはりそのネクロに対策して、なおかつゴーレムを先行させる配置となっております。まずですね、アーチャークイーンがまあここで撃ってるんですけども、これ結構秒間ダメージ多分計算しないで多分やりましたよね。秒間ダメージをおそらく計算していないので、こんな感じで結構簡単に葬れてます。まあ結構相手もここで苦戦していますよね。はい、そして、注目すべきはネクロラッシュでございます。ですね、こちらの12時から3時方向にかけてジャンプを2発撃ちましたね。もうそして、これすごいなと思ってたんですけども、ゴレ出してターゲット取らせた後にババキン出すんですよね。まあこうサイドカットの意味があるんだなと思ったんですよね。あわよくばアーチャークイーンの処理というのもおそらく考えているのではないかなと思います。そしてジャイ出してからのサイドカットしつつの、ここでネクロマンサー投入ということで、これですね、オフ会中にリアルタイムリプレイで来たんですよ。うわ来た来た来た、うわやったよ、この配置ネクロラッシュに対策してんだぜって言って、もうドヤ顔で言ってたんですけど、まあネクロラッシュ来ましたよね。はい、来ました、ネクロラッシュ来ました。そしてアチャクイで、クイヒーハイブリッド、クイヒーでこちらサイドカットされているので、中心部にジャンプを打つことによってですね、ネクロマンサーのスケルトンが中心部に入ってくると。で、そして右からもここババキンとかでね、サイドカットしてんで、うわ、いやらしいなとか思ってたんですけども、こちら見てくださいよ。もうね、ニヤニヤしちゃいますね。ニヤついちゃいます。ニヤキヨさんですよ。はい。そして、巨爆を置いても意味ないんじゃねって思う方いらっしゃると思うんですけども、巨爆を置くことによってスケルトンを葬るんですよ。そしてスケルトンがいなくなったところを、ウィズ島とかでネクロマンサーのターゲットを取るということで、巨大爆弾をネクロに当てるんじゃなくて、スケルトンを一掃させて盾をなくしてからですね、スケルトンを裸に状態、スケルトンじゃない、ネクロを裸にした状態でこうネクロをバーンと葬るということがですね、今回の攻めというか防衛でございました。この配置ですね、前回取られるんですかね、まあちょっと多分取られてしまうのかな、ちょっとわからないんですけれども、まあ、ネクロラッシュに強いと、まあ初見でですね、やっぱネクロラッシュで来たいじゃないですか、こういう配置。ちょっとね、まあね、もう数々のランカーさんとかはちょっと置いておいて、もうこの配置だけとか思わないでくださいよ、本当にね、強いと思います。私は強いと思います。ということで、ぜひとも皆さんこの配置やってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。